いつものペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。ポルシェ997カレラ S スポーツクロノパッケージをご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、フロントワンパー左側に線傷と数箇所飛び石があり、ボンネットに飛び石とフロントガラスに同じく飛び石がございます。右側のドアパネル部分に線傷と、右側のサイドスカートに同じく線傷があり、リアバンパーの中央部分に小さな傷がございます。走行距離に関しましては約1万9000キロと非常に低走行なお車です。外装色はバサルトブラック、インテリアはブラックレザーの組み合わせとなっております。今もなお根強い人気を誇る後期型997でございます。デザインを踏襲しつつもテールライトのデザインなどが変更され、よりスポーティーに仕上がった1台です。またマストオプションのスポーツクロノパッケージをはじめ、シートヒーターなどのオプションも充実しております。ヘッドライトにはキセロンのヘッドライトが採用されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。アルミホイールはオプションで、スポーツデザインの19インチアルミホイールが装着されており、キャリパーはレッドキャリパーが標準装備されておりますので、足元までバッチリと決まった1台です。続きましてリアご紹介させていただきます。リアのテールライトはデザイン変更が行われた LED のテールライトが採用されております。マフラーに関しましてはカレラ S でございますので、4本出しのマフラーが装備されており、ポルシェらしい力強いサウンドを楽しみいただけます。エンジンスペックに関しましては 3.8 リッター水平対向6気筒の NA エンジンが搭載され、最高出力は385馬力を誇ります。続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートはブラックのレザーシートが採用されております。運転席のランバー部分に若干の使用感がございます。ではエンジンを始動していきます。ステアリングは3本スポークのレザーステアリングが採用されており、 PDK モデルでございますので、ステアリングのスイッチにて自由自在に変速をお楽しみいただけます。オプションでスポーツクロノパッケージが装備されておりますので、センターには専用のクロックが埋め込まれております。車内では地デジの視聴も可能です。フロント両席シートヒーターが備わっておりますので、冬場でも暖かいドライブを楽しみいただけます。シフトに関しましては7速の PDK シフトが採用されており、デュアルクラッチならではのスムーズな変速が魅力的です。また走行モードに関しましては、スポーツモード、スポーツプラスモード2段階で切り替えが可能です。さらに PASM も装備されておりますので、よりスポーティーな乗り心地を実現しております。合わせて気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂いとはいたしません。走行距離約1万9000キロと非常に低走行ですし、内外装ともに良好なコンディションを保っております。今もなお高い人気を誇る997の上級グレード997カレラ S でございます。385馬力を発生させるハイパワーエンジンに、後期モデルより導入された7速の PDK シフトが組み合わされておりますので、より刺激的な走りをお楽しみいただけます。またスポーツクロノパッケージやシートヒーターをはじめとするオプションも充実した1台です。お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。